17歳で即位して1年9ヶ月で19歳の時に皇后になったんですね。でそれ実は自分の意思でなったんじゃなくて騙されるんです。これ日本史の、まあ、その時の事件として神奈の変ということで一応事件になってますが、どういうことかと言いますと、おじいさん、藤原の金家さんという方がね、もう摂政になれる身分にある。この当時摂政関白の時代で、摂政になるともう政治の実権握るんですね。でおじさん藤原兼家という人が